殺してやる。夏休みには皆さんで遠足に出かけましょうね。さっちゃん、迎えに来てくれたの？Thank you.
なんだ、真っ暗だ。なんだ、やめろ。おい篠崎、どこ行くんだよ。
に。しないでよ。なんだよ、なんでこんな目に遭わなきゃいけねえんだ。大丈夫かよ。もっと連れてこい。丸みがな、掃除が。あなた誰？って、お前信じていたのに、どうしてみんな私の意見を聞いてくれないの？なんだよ、何言ってっかわかんねえよ。死ぬま。やべ。なんだこの煙は。出てこい便所から。
せ。ああ。おう、委員長。なんだ。教頭先生がお呼びです。すぐ職員室に来てください。そうか。わかった。Thank you.
殺される、食べられる、あいつが追いかけてくる、もうすぐきっと捕まる。この遺書を読む人がいたら、あいつを裁いてください。私を娘の岸沼です。うわあ、you
ジュースいっぱい飲みすぎたからかな。ふわぁ、せっかくだからお兄ちゃん起こして怒らせてから寝よ。で、桃水をもう一杯飲んで寝る。うん、決定。
をつけないと。大丈夫か？おい！あれは、ナオミの計今の音が気に ナオミ、バカ、何やってるんだ。気がつくと俺は必死で駆け出していた。ただその場から、死体から離れたかった。そう、なかったことにしたかったんだ。これは夢だ。
現実のはずがない。だが錯乱状態はすぐに解け、俺は。ナオミ、ナオミ、すまない。お前を助けてやれなかった。俺のせいだ。俺はどうすればいい。篠原、お前まで。なんだよ、なんなんだよ。なんで俺たちが死ななきゃいけないんだ。返せよ、みんなを。畜生、畜生。で失ったら。間に打ちひしがれた俺は立ち上がる。くそ、しゃがんでても仕方がないか。何でもいい、別館へ行く方法。
なんだ、落ち着いてくれ。大丈夫か。助けて。前歯が折れてる。尋常じゃないな。俺は如月学園2年の持ちだって言うんだけど、君は？私は白檀高等学校の2年、桐崎東子。そうか、君はどうしてここに？インターネットにあったおまじないを、みんなここに。おまじないか、同じだな。最初みんなで一緒にここを出ようって、友達の一人が、ゆうやがおかしくなって急に友達を階段から蹴り落として笑いながらその死体をもてあそび始めたの。私必死に逃げてきた。なんてことだ。みんな狂っちゃうんだ。誰も信用できない。離れろ、向こうへ行け。分かったよ。とにかく落ち着いてくれ。離れろ。死にたくない。死にたくない。死にたくない。
じゃないか。なんだ。なんでこんなことに。うわあ、白竹。うわあ。うわてくれ。さっき話しただろ。今日の宿題も終わってないのに殺されてたまるか。この子ハサミを持ってる。持ちだから、うん、ごめんなさい。刺されたのか。大丈夫みたいだ。なぜだ。大丈夫ですか。こんなハサミどこから持ってきたんだ。
ができる状態じゃない。死にたくない。ゲリ先生に会いたい。持田君大丈夫？ゆい先生、よかった。会いたかったよ。私もよ。持田君、危ないところだったわね。中島さんと篠原さんは残念だったけれど、君だけでも無事でいてくれてよかったわ。だぜ。よく頑張ったわね。さあ、一緒にゆかちゃんやみんなを探しましょう。先生、俺、もう疲れたよ。よし、このドアを足に使って。右腕の骨が完全に中で折れて離れちゃってるわね。筋肉と皮膚だけでつながってる感じだわ。ひどい痛みで、持ってないと。生徒が話を聞いてくれない。もう私どうしたらいいのか。教師を続けていく自信がなくなってしまいました。保護者の皆様から毎日メールが届くんです。結果の出せない教師など不要だ。担任の私を飛び越えて、いきなり副担任の君にか。私が出張で飛び回っていて、君にクラスを任せっきりにしているせいで苦労をかけているね。すまないな。いいえ、副担としてちゃんとあのクラスを見るのが私の使命ですから。信用して私にクラスをお任せいただいているのはむしろ光栄なことなのですが、ただ最近2-9のみんなにも何を言っても冗談っぽく流されてしまうし、あまり強く言うと反発されてしまうし、多分もう私みんなに嫌われてしまっています。だけど結果は大事ですし、あの子たちには将来のためにもいい成績を上げられるようにしてあげたい。いい成績を。そうすれば保護者の方も。シシド。はい。目を閉じて思い返してごらん。何をですか。生徒たちさ、君が毎日それこそ必死で彼らを思う気持ちに気づいている子たちもたくさんいるという事実、
思い当たらないかい？そうでしょうか。うん、教師嫌いの篠崎は毎日君に質問をしに職員室に来ているし、不登校だった岸沼も週に4回以上学校に来るようになっている。去年1年生の時には考えられなかった光景だ。生徒はよく見ている。君は嫌われてなどいないと思うよ。でもたとえそうだとしても、やはり結果が、成績が出せなければ保護者の方には納得していただけません。でないと私は教師として失格。確かに保護者側の立場としても学校側の立場としても、成績評価はとても重要なものだ。しかし、まあこれは僕の考えだが、僕は結果と同じくらい、いやそれ以上に家庭が大事だと思っている。生徒たちがたった3年間の短い期間でいかに楽しく有意義に過ごすことができたか悩んで、解決して、成長して、大きくなって、卒業の時に楽しかったって言わせてやるのが、授業と同じくらい大事な教師の仕事だと思うんだ。ええ、篠崎や岸沼だけじゃない。家庭の事情で塞ぎ込み気味だった篠原も、中島や君と出会って明るくなった。篠原さんが隠すのがうまいだろう、あの子は。生徒のために何ができるか模索する姿勢ができている時点で、君は教師として合格だ。いや、君のような大人こそが教鞭を振るう場に立たなければいけない。誰にもバカにされることなんてないんだ。自信を持ちなさい。君は学生時代と本当に変わらないな。悩みがあるといつも僕のところに相談に来てくれていた。大きな目に涙をいっぱい溜めてね。ま、あんまり気張るな、シシド。君もじっくり楽しむんだ。面白い連中と過ごせる貴重な毎日を。卒業の時に先生ありがとうって頭叩かれてみな。最高だぞ。保護者の皆さんには私から一度連絡しておくよ。分かりやすい授業の作り方はまた明日にでも一緒に考えよう。先生、ありがとうございます。ああ、嬉しいものだね。教え子に頼られるのは。夢、なんだかいろんな夢を続けてみた気がする。縁起でもない、中島さんたちが命を落とすなんて。私どこにいるのかしら。私、あのまま瓦礫に埋まっちゃったんだ。
篠崎さん、無事に逃げられたかな。生徒のために何ができるか模索する姿勢ができている時点で君は教師として合格だ。私は少しでも先生らしくなれたのかな。まだ1年も経ってないけど、体動かないや。首から下が麻酔が、それにしても暗いな。もう少し生きていたかったな。あれ、涙。もう死ぬのに出るんだ私。私ね、うちの学校の先生嫌いだけど、獅子戸先生は大好き。お姉ちゃんと同じ雰囲気がするの。先生、猫飼ってるの？私、この子が欲しいんだけど、飼うの難しい？あ、見て見て。いやー、かわいいかわいい。超丸い。耳どこ？あんたじゃないの。ゆい先生、そのタレタレパンダのネックレスさ、やっぱかけてんの？胸の形にさ。てぇ！先生、今日は自転車のチェーン外れてたよね。俺、先生の失敗してる姿を観察するの大好きなんだよね。君たちの未来を掴むんだよ。
に。行ってくるか。うん。周り気をつけろよ。うん。ゆか、いるか。だったらいいんだ。キャッ！どうした？びっくりした。トイレの中から血みたいなのが溢れてきそうになったの。そうか。とにかく早く出てきな。うん。ナオミ、どこ行ったんだよ。お前がいないだけで。なんでこんなに寂しいんだ。お兄ちゃん、元気出して。ゆかがついてるから。しまった、暗い顔をしていたか。こいつまた俺を心配してくれているんだな。ゆか、よしよし。うん、うん。ゆか、お前、好きな男子はいるのか？え？なんでそんなこと。まあいいじゃないか。教えてくれよ。いるよ。クラスにかっこいい子がいるんだ。そっか。もう付き合ってんのか。そんなことお兄ちゃんには関係ないでしょ。付き合ったりなんてできるわけないじゃない。じゃあ頑張って好きだって言えるようにならなきゃな。俺もまだ言えてないんだ。そいつはいつも俺に絡んできて文句ばっかり言うし、俺の顔見たら何かと暴力振るうし、意見を言ったら俺より正当な意見で反論してくるし、本当に気が強くて腹が立つやつなんだけど、いなくなると死ぬほど寂しい。実際にいなくなって初めて気づいた。俺はあいつに惚れているんだ。ナオミはどこかにいるはずだ。きっと絶対に死んだりなんかしないさ。さあ、行こう。お兄ちゃん。していてくれ。セイコ、セイコ、どこにいるの？これ以上あなたを悲しい目に遭わせないから。私が守ってあげるから。あやみさん。ゆきちゃん、よかった。意識、まだ大丈夫？あやみさん、負けないでください。え？あなたはもう、国家が始まっています。
まだ間に合いますが、急がないと。この奥に、あの子がいます。あなたたちが帰ることができるかどうか、あの子にかかっています。さあ、急いで。待ってくれ！帰ると言っても、ナオミがいないんだ！あの人は今、試練と戦っています。あの人が負けなかったら、帰ってきて、国家に打ち勝ったら。幸子を浄化することも可能でしょう。その時のための準備を、あなた方が。なんだかわかんねえけど、ここまで来りゃ何だってやってやるよ。わかった。じゃあ入ろう。逆打ちは、幸子の心にアクセスする手段にもなります。使いどころを考えて。何の音だ？これが幸子か。来ないでって言ってるのに、近寄るな、見るな。幸子、幸子か。聞いてくれ、俺たちは帰れ。俺たちはお前に危害を加えに来たんじゃない。帰れ。殺す。言葉はやはり通じないのか。幸子、これを返す。奪われたお前の体の一部だ。目を覚ましてくれ。お前の母親も悲しんでいたぞ。こんなことで自分は喜ばないって。幸子の切れ端を出すんだ。幸子さん、私たちの気持ちを受け取って。私たち帰りたい。同じないとは、人が人を思う気持ち、心、悲しい目に遭ったあなたやお母さんを苦しみから解放したいの。幸子さん、お願いします。
丈夫。ちゃんと止血するから。私のリボンでいいかな。あゆみお姉ちゃん。ゆか。ぽい。ゆきちゃん。皆さん、今です。天神小学校を包囲している霊地場のゲートが開いています。閉じてしまう前に、急いで校舎の外に出ておまじないを行ってください。ゲートが閉じてしまったら、またこの多重閉鎖空間は元に戻ります。え？閉じたら、あなたたちはどうなるの？私たちはここの霊地場に捕らえられているみたいで、幸子以外、成仏はできないようです。今、ほんの少しの間だけ、自由になっていますが、すぐに引き戻されて、そんな！この学校は、すでに、第二の幸子を生み出そうとしています。早く、行きなさい。おー急げ外に出るぞそんなもんどこ行けばいいんだよまた両家かナオミがいるんだ。お兄ちゃん、待って。ナオミ、お前、やっぱり生きてたんだな。サトシ。お兄ちゃん。びっくりさせるなよ。お前がいなくなったら。お前ユカユカユカちゃんしっかり
か、返事をしてくれ。頼む。ゆか、気がついたか。お兄ちゃん、すまない、俺のせいで。もうお兄ちゃん、やっぱりドジなんだから。ゆか、お前、腹が。大丈夫。ゆか、ゆかまで死んじゃったら、お兄ちゃん、だから、ゆか、ごめんね、お兄ちゃん。嘘。ゆか、クラスに好きな子がいるって。ああ、あの話か。ゆかの好きな人は他にいるの。ゆか、お前。なのに、お家でもいつも、なおみお姉ちゃんのことばっかり。ゆかの気持ち、知らないで。何言ってんだよ。俺だってお前のことは好きだよ。兄弟なんだから。違う、そんなんじゃ、兄弟だからとかじゃないよ。本当に。ゆか、お兄ちゃん、どうした、何が痛い。嘘でもいいから、ゆかのこと。大好きだよ、大好きだよ。お兄ちゃん、ゆかも。ゆっくりと目を閉じたゆかは、そのまま眠るように冷たくなっていったゆかの体は、まるで小さな子供のように丸くなり、母親に抱かれているような安心しきった表情をしていた。いなくなって初めて気づいた。ゆかが、ナオミが自分の中でどれだけ大きな存在だったのか。時計を見ると夜の9時を回っていた。家の前に立った俺はしばらく中に入れなかった。ゆかのことを家族にどう伝えよう。サトシ、おかえり。濡れなかった？ちょっと遅すぎるよ。男子たるもの、一度外に出ればいろんなことがあるよな。うん。女性だっていろいろあります。バカにしないでください。うん。父さん、母さん。もう濡れてるじゃない。ほら、ちゃんと拭きなさい。着替えたらご飯だよ。すぐ降りてきなさい。ゆかのことを全く気にかけない両親に驚き、話すきっかけを見つけられなかった俺は、しかしこのまま黙っているわけにもいかない。ベッドに倒れ込んでこれからのことを考えていると、机の上にリボンのついた小さな箱が置いてあることに気がついた。ゆか、雨の中、俺を迎えに出る前に。
ゆかの部屋と俺の部屋は扉一枚で繋がっていて、あいつの部屋に行くにはこの部屋を通らなければ入れない。その誰もいないはずのゆかの部屋から物音がする。鍵穴から向こうを覗いてみる。すると向こうからもこっちを覗いていた。見よ。お兄ちゃん寂しいよ。離せ、こら！てめえ！
かな。そっとけよてめえ。ああやるから。あなたが死んじゃうじゃない。違う違う、委員長命令よ。もうやめて。すえ、ごちゃごちゃ言うな。サトシじゃない、お前は俺が守るんだ。くそ、さすがにこのままじゃ俺がくたばっちまう。よかったな。バカ、バカ、ひどい。元気な鳴き声だな。その調子なら死なないで。絶対死なないで。わかったよ、篠崎。泣くな。笑ってくれ。笑ってるお前の顔が一番好きなんだよ。父さんだ。擦り傷だらけじゃないか。シノワ君が、ヨシキが。シノワ君、シノワ君。自分が死んじゃう。ありがとうだって聞けないのに。くそ、行こうみんな。じっとしてちゃダメだ。気をしっかり。絶望して心に隙を作ったら、国家が始まってこの学校のシミにされちゃうって響先生が。よし、とにかくユイ先生を探そう。見つけたらみんなで逆打ちをやって帰るんだ。
なんだろう、この部屋。呪術っぽい。なに？なに？嘘！やだ！開けて！開けて！閉じ込められたの。開けて！ねえ！お願い！篠崎さん！よかった。無事ね。生きてるね。さあ、おいで。もう怖くないよ。化け物を追いかけて、いなく…中島さんの…ナオミ、無事か？サトシ…中島さん…心配かけるなよ…篠原は、見つかったか？中島さん…篠原さん…できれば連れて帰りたいけど…この学校にこれ以上いたら…大変なことになるわ。みんなで逆打ちして。そっか、ナオミ、心残りだが、ここはもう逆打ちを実行するべきだと思う。分かった。じゃあ始めるよ。サチコさん、お願いします。サチコさん、お願いします。私たちの気持ちを。幸子さん、お願いします。幸子さん、お
願いします。みんなお願い、明日も顔見せてね。うん。ヨシキのことを考えると、その晩は寝つけなかった。あいつだけじゃない。先生や他のみんなも、もういない。当たり前のように過ごしていたあの日常は、二度と帰ってこないんだ。篠崎、大丈夫か？よし。今のがあの時の出来事です。何のことだ？この子たちを殺した。この犯人の懺悔、人違いだったんだもの。お前、殺害現場でも。そうよ、今私その子と同化して縛られて殺されてきた。こら！その子は悪くない。知りたいと望んだのは、殺人犯は女の子よ。鈴本さんが持っていた古い新聞記事にも顔の写真と名前が載ってた。赤い服の女の子、篠崎幸子。被害者みたいに写ってるけど。はあ？いやいや、
無理だろ。同じくらいの年の子供をさらってきて、ハンマーを持った、あの化け物なら、子供くらいさらったり、縛ったりも、できるんだろうけどよ。あいつは、ただの協力者よ。幸子にこの子たちが殺されているとき、あいつは部屋の隅で震えていたわ。何を理由に協力していたのかは、わからないけど。伝えなきゃ、持田くんに。ああ。あの空間にいた、奈穂さんですら真実に届いていなかった。早くみんなに知らせないと、本当のことを知る前に、もし無防備に、幸子に接触でもしたら危険だわ。戻らなきゃ。ゆきちゃん、お願い。もう一度あの場所へ、連れて行って。あなたも、他の子たちもみんな、必ず成仏させてあげるから。でも、あなたたちや、他の人たちの働きかけで、今あの空間は、大きく乱れ始めています。今度戻ったら、もし理性が残っていたとしても、私の力では、もう、あなたたちをもう一度、ここへ。だけど、このまま放っておいたら、みんな、死んじゃうんでしょ？岸沼くん。行こう。みんなを、助けに。ね。持田くんを。いや、俺はもうごめんだ。あんなところ、二度と行きたくねえ。もう一回戻るとか、正気の沙汰じゃねえよ。どうして、いつもそうなのよ。私はあなたのそういうところが嫌いなのよ。いつだって他人に無関心で、自分の主張だけには強情で、自分さえ助かればそれでいいの。綺麗事言ってる場合か。死ぬんだぞ。死にたくねえだろ。もういいよ。聞いた私が間違ってた。一人で行く。信じらんない。友達を助けたいと思わないの？白状者、自己中、不良、みんながどうなっても。お前はみんなじゃなくて、サトシを助けたいだけなんだろ。いい加減にしろよ。限界だよ。持ちだ。いいよ、別に。誰を好きになろうがよ。だけど、読めよ、空気。少しはよ。意味、わかんない。お前のことが好きだっつってんだよ。お前はいつもそうだった。いつでも、あいつのことばかり見てた。俺の気も、知らずに。今度のことだって、異常な状況だけど、嬉しかったんだよ。少しは俺の方を見てくれるだろうと思って。それでも、ずっとあいつのことばかり考えてた。横にいるのが俺じゃなくて、サトシだったらと思っていた。ふざけんなよ。俺は、お前が、私が心配しているのは、持田くん一人じゃないわよ。みんなで文句を言いながら、文化祭の片付けをして、楽しかったじゃない。これからもみんなで、いろんなことして遊びたいから。それが、できなくなるのが嫌だから行くんじゃない。お願い。私だけでもいいからそこへ戻して、早くしなきゃ。いいのですか？ええ、お願い。わかりました。言っとくけどね、岸沼くん。
しろ。帰ってやるよ。さて、ゆかちゃん、君は殺すよ。どうあれ。平和な学生生活から一転して非日常。気づけば命の際。まさか今日自分が死ぬなんて。事故で運悪く命を落とす人たちは、朝目が覚めてベッドから出て顔を、その時には夢にも思っていないことだろう。大丈夫、それと似たようなものさ。死は非日常なんかじゃないんだ。常にいつも人の生活のそばに寄り添っている。それを忘れるから死の際に驚く羽目になる。愚の骨頂だ。だが、それが妙味。ゆかちゃん、僕はね、今までたくさん見て、触れてきたんだ。いろんな生き物の、命の終わる瞬間を、それぞれが最後まで生きようと、決して諦めずに、命のきらめきを燃やし尽くして、生きるという、とても美しい輝きをそこに見たんだ。だけど、こんなにもいろんなことを考え、他者にそれを伝えることのできる、大きな脳というものを持ちながら、命とは、死について、それを、生きる意味を考え、自分を律し、人生から無駄を排除する。そんなことには全く無関心だ。自分の価値を築くことから目を背け、日々怠惰を貪り、あまつさえ、愚かにも自分から死のうとさえする。意味のわからない連中ばかりだ。僕はね、興味があるんだ。人が命の終わりを意識したとき、自分のその身に死が降りかかったとき、どんな命の爆発を見せるのか、それがただ見たい。黒崎はとても美しかった。あいつは僕のことを理解してくれていたのかもしれない。あんなに激しい爆発を見せてくれるなんて。ゆかちゃん、君は無反応を装って僕を困らせたりしないだろう。しっかり見せてくれるよね、断末魔の死のダンスを。痛かったら悲鳴を上げていいからね。恥ずかしいことじゃないんだよ。それだ、それでいい、もっとだ。
して私。岸沼くんだって、ひどい。一人で行かせる？普通。なんなのよ！もう！これで、誰にも会えずに私。切れ端も挟んである。間違いない、中島さんのよ。この近くにいるんだ。中島さん、いるの？探そう。やだいいぞ、もっと輝け。綺麗だよ、綺麗だよ。ゆかちゃん、君の好きな食べ物や飲み物、どんな気分だ？それらすべてを、死んで全てが終わるんだ。全部ストップだ。お前はもう終わるんだ。死。死ぬんだよ。行く。助けてくれるの？夢か。で、言ってて。なんだ、頭が。篠崎、無事だったのか？何？いや、え？委員長、怪我とかはなさそうだね。うん。そんな、鈴本さん。くそ、さっきまで。ついさっきまで、みんな、なんでだよ！これ以上、誰も死なないで、委員長としての命令よ。篠崎。宍戸先生と、森重君とゆかちゃんを見つけ、ここから帰るんだから！あ、もちろんだ。いい？殺害犯は幸子よ。出会ったら、気をつけてね。ナホさんやユキちゃんの話では、殺害犯、幸子の懺悔を引き殺された三人が自動的に除霊されて、この校舎を包んでいる霊磁場が開き、
元の世界へ帰れるかもしれないってことよ。赤い服の、どうすれば懺悔なんて。だよ。あなたたちのさっきの話、逆打ち法について聞かせてくれる？このテープで、帰るための方法みたいに言ってたんだ。肝心のところで、テープを変えるって言って終わっているから、キビキって人の取材。キビキ先生の？うん。この方法さえ分かれば、これ以上、霊とかに関わらなくて済むし、除霊とかより、簡単そうだし。だけど、それじゃあ根本的な解決にならないよ。除霊法。私に、逆打ちじゃない方を奈緒さんが教えたのは、この恐ろしい呪いの拡大を、この学校をこのままにしておくと、これからもずっと、たくさんの子たちがここに閉じ込められて、そんなの、ただの高校生の私たちに何がで、幸子に罪を後悔させる、その方法を、なんで最初から無理って決めつけてるわけ？私の話だから。そうじゃないけど。とにかく、協力して頑張ろう。俺たちは逆打ち法について探りながら、ゆかやみんなを探すから、よしきと篠崎はゆい先生たちを探してくれ。揃ったら、ここに戻ってこよう。じゃあ。委員長。中島さん。ん？あんまり。持田くんに近づかないで。は？何よ。もう きっと、今ので持田くんにも惹かれたわ。どうしてくれるのよ！もう！何やってるんだろう。中島さんの学生証、幸子さんの切れ端も。はぁ、あ、委員長失格だな。確かに、今幸子に出会っても、懺悔させる方法なんて思いつかないし、ゆい先生を探して、逆打ちでもいいから、みんなで帰ろう。We'll be right back.
落ち着いたか？そうだね。やだ。泣かし、何遍言ったらわかるのかしら。この泥棒猫が。篠崎、無事でよかった。ゆい先生はいたか？いなかった。そうか。こっちは、森重が。そうだ。聞こえてたよ。坂、中島さん。探し物は、これ。それ、あなたの学生証。中に、幸子さんの切れ端もほら。おお、篠崎ナイスだ。どこで見つけたんだ。委員長、それありがとう。私それなくして私だけ帰れないって。わかるわよ、中島さん。これってこの状況では命、あなたの命そのものだもんね。おっと、落としちゃった。返してほしい？どう？お願い、冗談やめて、返して。冗談じゃないわよ。そんなにこれが大事なら。
土下座してでも頼みなさいよ。何ぼーっと突っ立ってんの。おい篠崎、どうしたんだお前。あれ、いらないんだ。ふーん。お前、お願い返して、私の。お願いします、お願いします、返してください。いらないんだ。じゃあ燃やしちゃおう。篠崎、ほーらほーら、燃やしちゃおうかな、どうしようかな。やめて、ね、私のダメ。ちょっちに行って帰るんだから、中島さんはどこにでも消えてください。じゃあ後でね、持田くん。ナオミ、心配するな、俺が一緒にいてやるから。なんだこれ。嘘、嘘でしょ。
なんだろう、この部屋。呪術っぽい。なに？なに？俺がついててやれなかったばっか。責めないで。サトシのせいじゃない。ナオミ。あなたのせいじゃない。じゃあ、誰のせいなんだ？教えて。え？チキショー！チキショー！チキショー！出てこいよ！誰か、俺たちを見て嘲笑っているんだろ！サトシ。どうしたの？今、窓越しに見えた渡り廊下に、赤い服が。ちくしょう！あの怨霊め、思い知らせてやる！生きてる人間を舐めるなよ！サトシ、待て！待て！サチコ！サトシ！サトシ！しっかりして！どうしたの？ナオミ、すまん。俺はもう。何言ってるの？どうしちゃったのよ！生きる希望が、湧いて。そんなこと言わないでよ！俺の、おまじないの切れ端だ。お前が、もっと。サトシ！嫌だ！篠崎と、合流して、坂落ちで、一緒に帰るんだ。やめて！生きてよ！生きる意味が必要なら、私があげるから！
ゆい先生だ。そう、中島さん、その幸子さんの切れ端どうしたの？サトシは自分のを持ってるよ。これはゆかちゃんの。かわいそうに、あの子も。それじゃあそっちに2枚あるんだね。ごめん、それくれる？あなたはバカよ。私自分のなくしちゃって。さあ、か？お姉ちゃん、中島さん。ナオミだ。たく、心配させるなよ。ナオミ。お前の母親も悲しんでいたぞ。こんなことで自分は喜ばないって。
おかしくねえか。まさか、失敗。篠崎。お兄ちゃん、後ろ。真っ暗だ。間に合わなかったの？そんな。皆さん、ユキちゃん。天神小学校へようこそ。よしき、篠崎も。内田くん。おう、ゆかも無事か。はい。大丈夫、息が。波が。中島さんが。よし。じゃあもう、こんなクソったれの学校に残っている理由はね、中島見つけて、とっとと逆打ちだ。ああ。そうしよう。ナミ、無事。サトシ、中島さん。中島、心配かけるなよ。篠原は見つかったか。最高、中島さん。篠原さん、できれば連れて帰りたいけど、この学校にこれ以上いたら大変なことになるわ。ナオミ、篠原もできれば連れて帰ってやりたいが。急がねえと、心が侵されて、国家に負けちまう。心残りだが、ここはもう逆打ちを実行するべきだと思う。お願いします。幸子さん、お願いします。幸子さん、お願いします。幸子さん、私たちの気持ちを。幸子さん、お願いします。幸子さん、お願いします。お兄ちゃん、おはよう。ゆか、おはよう。なんだ、元気だな。ご飯。お兄ちゃん来ないとみんな食べられないんだから。ああ。だけど、俺は今朝はいや。どうして？食べる気がしないんだ。さすがに。ああ、もう。ダメなんだよ、朝食べないと。わかるだろ、お前だって昨日あんなことがあったんだ。
お兄ちゃん、泣いてるの？怖い夢見たの？ゆか、お前。モッチーダくん！篠原？え？なんか元気ないね。あ、いや。今日のお店番の順番だけどね。私がペアの組み合わせ、聞かせておいたからね。え、なんだそれ。変態。はぁ、エッチ。俺は夢を見ているのか。おはよう。みんな、おしるこ屋のお椀ってこれぐらいで足りる？おはよう。おはよう。うん、それ。いやー、ナオミ、おはよう。なんだよ、やっぱり悪い夢だったんだ。うわ、ちょっと聖子、お尻揉まないでよ。手の塞がったナオミさんを見て、私が放っておくとでも思いやがる。柔らかい。うん、こら！あ、ダメよ。お椀は綺麗にしないと。しょうがないな。待て。洗いに行こう。今の場面、手伝うから。見覚えがあるぞ。これは、同じじゃないか。夢と、天神小学校へ飛ばされた、あの夢と。あれは夢じゃなかった。まさか、同じ日が始まるのか。止めないと。あ？何言ってんだよ。天神小学校。おお、落田くん、よく知ってるね。そのネタの階段、持ってきたよ。サトシ、お店サボってて、夢でも見たんじゃないの？あるある。しげにもサボってたけどね。俺は違うよ。演劇部の台本を。コピー取りに行っていたんだ。いや、これしねえよ。それサボってるって言わね。ほらほら、松田くん、君の番でしょ。お店じゃあ、爪を使ってしっかり掴んだら、みんなでちぎっちゃって。せーの。ダメだ、みんなダメだ。松田くん、どうしたの？輪に入りたくなった？違う、そうじゃない。これはみんなやっちゃダメなんだよ。どうして分かってくれないんだ。お前がそこまで意地張るなんて珍しいな。もう終わるから、いい子で待ってて、持田くん。みんな行ってしまう。俺も行かなきゃ。ナオミたちは。はーい、1名様追加で。ご案内。どうすればみんなを守れるんだ。
らせ、こら、てめえ。サトシ。どうした、ヨシキ。篠崎は？篠崎が化け物に。そんなのって。俺のせいだ、ヨシキ。あいつを死なせたトガを俺は一生背負う。悪いのは化け物でしょ。岸沼は悪くないよ。もう誰も死なないぞ。ユイ先生を探して坂内で帰ろう。おう、精一杯生き抜くってあいつに誓ったんだ。あいつ怖がりのくせに俺に逃げろって言いやがった。自分はいいから逃げろって。本当は怖くて怖くて怖くて仕方なかっただろうに。あいつが生きていたら何より守りたかった奴ら、お前らを俺が代わりに命を懸けて守ってやる。委員長が守りたかったのがクラスメートならあんたもだよ、岸沼。ああ、もう誰も死ぬもんか。ユイ先生を探して坂内で帰るぞ。気をしっかり持てよ、お前ら。絶望して心に隙を作ったら国家が始まってこの学校のシミにされちまうってキビキって人が書き残してた。わかった。先生！先生！意識がない。先生、しっかりしてくれよ！なあ！まさか。冷たい。嘘だろ！先生！て
ええ、混みすぎだって、先生。また篠崎とグルなんだろ。死ねえ。音が。先生！なんだ、どうなったんだ。どこだ。ヒカシキ、アトシ。ナオミが、ナオミが。こんなクソったれの学校に残っている理由はね、中島見つけてとっとと逆打ちだ。ああ、そうしよう。ナオミ、無事か。中島、心配かけるなよ。篠原は見つかったか。セイコ、そっか。ナオミ、篠原もできれば急がねえと。心が侵されて国家に負けちまう。心残りだが、ここはもう逆打ちを実行するべきだと思う。わかった。幸子さん、お願いします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 。明日も顔見せてね。部屋に戻ってベッドに倒れ込み、これからのことを考えていると、小さな声で俺を呼んでいる声がかすく、サトシー、サトシー。なんだ。窓の外だった。白い服を着た人間が遠くで手を振りながら俺の名前を叫んでいる。あれはヨシキだった。なんだか様子がおかしい。目を大きく見開き、意識を感じない二つの黒い瞳で、じっとこの窓を見据えている。歯をむき出しにして、笑みを浮かべた口元は、異様な歪み方をしていた。そして、思い切り手を振っているのだ。サトシ！サトシ！出てこい！出てこい！何やってんだ？あ、制服を着たままだった俺は、すぐに家を飛び出すことができた。ヨシキ、お前、何やって？お前さえ、お前さえいなければ、篠崎は、篠崎は！ヨシキは俺に向かって突進してきた。その手には光るものが。ヨシキは途中で突進をやめた。手に握られていた小さなナイフも地面に投げ出されて軽い金属音を立てただけだった。ヨシキ、どうしたんだ。お前を刺す気はなかった。俺はこのナイフ。何言ってんだ。篠崎に誓ったんだろ、精一杯生き抜くって。許せないんだ。
許せないんだよ。あの時逃げ出した。だからって死んで何になるって言うんだよ。お前が死んだところで篠崎は生き返りやしないんだぞ。そんなことして篠崎が喜ぶと思うのかよ。雨の中、地面にうずくまるヨシキを見ているうちに、いつの間にか自分も涙を流していることに気がついた。考えてるんだ。悪い言うか、俺も怖くてさ。許してくれ。ゆか、傷ついたもん。すまん。死ぬこともあるんだって。本物の死体を見て動揺しちまったんだ。お兄ちゃん、やっぱり怖がりさん。
やっぱりここが怪しいよな。怖いけど、あなたが行くなら私も行く。やっぱこの先何か。来ないで。来るな。だから来ないでって言ったのに。地下通路。震えているね。あの、妹の子は、そうだな。可愛い子だよ。体が小さくて。そう、髪はショートでね。中学生でね。青いスモックを、よく着ていた。あの、ユウ、私、やっぱり、一人で、お兄ちゃん。何を言ってるんだい、ユカちゃん。君のお兄ちゃんは僕だ。僕の妹は、ここからは抜け出せない。やがて訪れる最後の瞬間まで、僕らは兄弟でいよう。あの…ゆかちゃん、そっちは行かない方がいい。下の階では。よし、じゃあ俺も急いで登るから、声をかけたらお前もすぐに登ってくるんだぞ。ゆか、いいぞ、登ってくるんだ。ナオミ、どこだ。サトシ、離せ、こら、てめえ。篠崎、こら、そっとけよ、てめえ。助けてやるから。あなたが死んじゃうじゃない。違う違う、臨場命令よ、もうやめて。すえ、ごちゃごちゃ言うな。サトシじゃない、お前は俺が守るんだ。くそ、さすがにこのままじゃ俺がくたばっちまう。
篠崎、逃げろ逃げろ。中島さん、どうしたんだ、擦り傷だらけじゃないか。ゆうや、大丈夫？霧崎、浦部と大川はどこだ？え？ゆうや、何するの？何？使えそうだ、いろいろ。